こだわりのある映像表現に応える高性能ハイエンドモデル、キャノン IBIS HF-G10 をご紹介いたします。まずはこちらをご覧ください。放送用カメラレンズの技術を応用した高品位レンズを採用、手ブレ補正レンズとズームレンズを一体化した3次元リアルタイムレンズ機構を搭載し、小型ながらも 30.4mm のワイド撮影ができます。また広角側の最短距離撮影は約2cm、望遠側までズーム全域で約 60cm を実現しており、アイリスには8枚バネの光彩絞りを採用、背景のボケや逆光時のゴーストなどを円形に近い美しい形状で表現できます。センサーは業務用ビデオカメラに使われている3分の1インチ207万画素の HD CMOS Pro を採用、従来比で約 2.6 倍の受光面積があり、暗いシーンでも明るく撮影でき、逆光などの難しい状況でも綺麗な映像が残せます。手ブレは画質劣化の少ない光学式を採用、ズーム時に発生しやすい低周波の手ブレを抑えるパワード IS により、さまざまな撮影においてもしっかり手ブレを抑えてくれます。視野率約 100% の表示ができる 3.5 型約92万ドット、コントラスト比800対1の見やすい高精細液晶パネルを採用、絞りやシャッタースピード、原因をタッチ操作で簡単に設定することができますので、思い通りの絵作りが簡単に楽しめます。記録は 32GB の内蔵メモリを搭載しており、LP モードで約12時間15分の撮影ができます。また SDXC カードスロットを2機搭載、内蔵メモリーからカード A、 カード A から B へのリレー記録での長時間撮影や、2枚の SD カードへの同時記録によるバックアップ記録にも対応しております。便利な機能の一つですね。撮影で重要なピント合わせをより正確に行うために大型のフォーカスリングを採用、メニュー内にある機能をカスタムキーに割り付けておくことにより素早く設定でき、撮影チャンスを逃しません。業務用ビデオカメラと同じ3分の1インチ207万画素の HD CMOS Pro センサー採用、広角 30.4mm からの広角10倍ズーム、ワイド側 2cm、 ズーム全域で約 60cm の最短撮影距離を実現、視野率 100%、 3.5 型約92万ドットのワイドタッチパネル液晶、 32GB の内蔵メモリーとリレー記録対応のダブルスロット搭載、直感的に行える快適な操作性、ご購入もお近くのカメラの北村で安心してお受け取りお支払いができます。買った後も安心アフターフォロー、カメラの北村で決まりですね。